それではスカイライフ SDK チュートリアル第2弾を行っていきます。これを開いてシミュレーターをクリックして毎日挑戦してみる。ここまでは前回と同じですね。やってください。で読み込みでこれも前回と同じですね。これでございます。でちょっと前回と違うことをやってみますね。これから前回のプログラムを読み込んでみましょう。ドローンチュートリアル .xml を開きます。はい、そうすると、まあ、前回保存したところですけど、前回保存したプログラムが読み込まれました。はい、それでは今からドローンのキーボードを操作するというプログラムを作っていきます。よろしくお願いします。じゃあなんかキーボードとプログラムを連結させるにはなんとかが押された時ブロックを活用します。はい、これを活用します。では早速ドローンを操作していきましょう。じゃあスペースが押された時ドローンを離陸させます。で、ダブルが押された時ドローンを前進させます。で、S が押された時ドローンを更新させます。なんでダブルなのか S なのかって思う方っていますよね。これはあの FPS、 パソコンでその、まあ、ファーストパーソンシューターっていうジャンルのゲームなんですけど、まあ、シューティング 3D のシューティングゲームなんですけど、このジャンルをやったことがある方だったら分かると思うんですけど、このキーボードで、このキーボード配置で W と S で前進更新、そして A と D で横移動になります。今回その配置でやります。そうですね、まあ、これはあのドローンがゲーム感覚で操縦できるっていうことですね。 FPS やってる方はもうドローンの操縦も上手くなるっていうことですね。でこれ現在シミュレーターで動かしてますけど、これ実機でも全く同じ行動が動くので、もうもろこの行動を作ってしまったら FPS の容量でドローンを動かすことができるということですね。ゲーマーの方はゲームと同じ容量でドローンが動かせるんだでももっとワクワクしません。ゲームと同じ要領でドローンを動かすことができちゃいます。これももはや魔法ですね。で、ドローン回転もできますので。で、まぁ、今回は回転のキーボードは Q と E にしましょう。これは、まあ、さっきの FPS 配置の、よく、その手榴弾とかナイフとか、武器の交換とかを使うボタンなんですけど、まあ、今回はドローンは3次元に動けるの、まあ、その縦横まあ、前進と横だけじゃないんですね。回転もできますし、あとはその下にとか上とかもいけるんですね。だからまあそれにキーボードを対応させていきます。じゃあ下降と上昇もやりますね。はい、こんな感じです。で、まあ、ドローンに止まってほしいと思うときもあるので、その、止まってほしい命令のためにキーボードを割り当てます。まあ、ゲームとかでよく P とかでゲームを一回停止させますので、それを P を使って、ドローンの動きを停止させてみましょう。では、早速やってみたいと思います。ドローンのシミュレーター開いてますね。ちょっとこれを小さくして、ここをクリックしてスペースを押すと、このように、リエクします。で、前進させたかったらダブルを。後ろ下がりしたかったら S を。そして、右に行かせた、あ、逆ですね、これ。A を押したら、これ、右と左、ちょっと私、ここでブロック作り間違えましたけど、まあ、A を押したら、右で、B を押したら、左ですね。
で上昇が ZC で加工します。で Q で回転します。こういう風に回転しながら前進とかまでいきます。 P で止まれって命令します。回転方向の移動は止まらないんですけど、前進とか後進の動きは止まります。はい、じゃあドローンを着陸させますね。着陸、はい、このようにドローンをキーボードで操縦できました。でこれはあの実機のドローンにも全く同じコードを使ってキーボードで動かすことができます。つまり、まあ、ドローンをキーボードでも操ることができるようになったということですね。でまあでまあこういう、私はこの魔法ツールを使って、あの以前手の動きを読み取るカメラを使って、手の動きで、まあ、魔法みたいな感じの手の動きをしてドローンを操るっていうのをあのやったことがあります。もうこれになるともはや本当の魔法ですよね。こういうことがあのこのツールでできるようになります。じゃあプログラムを保存しましょう。プロジェクトを書き出すでドローンチュートリアル 2XML として保存してみましょう。はい、ありがとうございました。